おはようございます。ジャン君、ポンちゃん。お、ポンちゃんは移動ですか？ジャン君、ほんとカーペット開いたよ。やっぱり2つ並べた方が良さそうかな。口を開けないとね。ここまでのテーブルにするんだとしたら、90センチ入るかな。やっぱジャン君もポンちゃんもこのなんか大好きだからね。それと朝はこうやって日が入るからね。お、そこがいいんだね。あ、戻ってきた。黒い人、あれってなるし、この人。で、ポンちゃんはここに寄り添うんだよね。どうぞ。そうだね。ただ作業の面積だいぶ取られるなと思ったね。ちょっとやってみるか。せっかくいただいたのがいいからしね。よし、活動始めますよ。じゃあくん、ポンちゃん。人間の方がまだ寝ぼけてるけどね。カーテン開けてあげたらもっと嬉しい。うん、開いてるよ。あ、これ。そうそう、こう、ピュッとね。わかりました。はい、カーテン開けました。少しだけ日が当たっています。いいですか？いい感じ？ここにだけ当たってる。はい、ポンちゃんもこっちおいで。あ、ポンちゃん。はい。あ、あれ、どっち行く、どっち行く。はい、ハロウィンです。ハロウィーン。面白いことになっていますが、ジェン君。見ている人が心配するといけないので、これ軽いです。こんな感じ。はい、軽いものでした。
じゃあもう一回ね。じゃんくん。